東電管内は28日も厳しい暑さが続き、電力需給の余力を示す予備率は5%を下回る見通しのため、電力逼迫注意報が継続されます。特に午後3時から6時の時間帯は電力需給が厳しくなるとみられています。資源エネルギー庁などは、 28日も他の電力会社からの融通措置などによって供給力を確保するとしていますが、引き続き無理のない範囲での節電を呼びかけています。また、東京電力、東北電力、北海道電力は29日に電力需給の余力を示す予備率が5%を下回ると予測されるため、新たに設けた電力逼迫準備情報を初めて出しました。 節電の準備を呼びかけていて具体的な節電行動は求めていません。